は今日初めて発表会に出てくれます五方なさんとか後藤君というんですけど、長野から来てくれてます。長野バンドナムクラブに入ってんの？少し前まで入ってて、3、4ヶ月ぐらい前から小川先生のところで、教えていただいております。なんかね、うち今日後藤君来る日だなと思ってと、どっかから今日弾くガジョシエゴが薄く聞こえてくるんですよ。最初バンドネオンの音じゃなくて、なんかどっか管楽器かなんかの音かなと思ってて、武蔵台の方から聞こえてくるんだよね。って思って、なんか管楽器でガジョシエゴとかって思ったら、うちの前の駐車場に車を止めて、車の中で練習して、爆音で練習してたんです。それがなんか4階なんですけど聞こえてくるんだけど、すごい熱心にやっている方なので、ぜひ聞いてください。なんかちょっと喋らない。今回やるガジョシエゴなんですけど、最初は小川先生のところで、習わせてもらうにあたって、ちょっと練習曲として持ってきた曲なんですけど、教えてもらっていただいている間に、楽譜にはないような、そういう、単語ならではの弾き方というか、楽譜の解釈っていうのがあって、ちょっとこれはもうちょっと真剣にやるしかないなと。すっごい上手くなったよねと思いまして、ちょっと練習曲を、頑張ってきました。ちょっとつたない演奏ですけど、よろしくお願いします。